ブーン。これ本当に使いづらくなったなぁ。どうも楽勝です。ディアブロ4シーズン5、極炎軍団と。わ、めっちゃ久しぶりの配信だね。17日ぶりだって。波状攻撃で押し寄せる悪魔を通しつつ、まあ、ああだこうだと。新しいユニーク。なんか、ユニークっていう呼び方もなんか変わったって聞いたけどね。50種類以上出ると。まあ、ちょっと進めていこう。時間ももったいねえし。新規キャラを作成。今回は、ローグと。直前まではね、僕、ドルイド、なんか、いろんな動画を見漁ってて、なんか、ドルイドが強いよー、みたいな、話、だったんですけど、なんか、ちょっと見ない間に変わってました。ドルイドよりももっと強いのあるよー、って言われて。それが、ちょっと待ってな。久しぶりの配信すぎて。手こずってんだが。ローグがなんか強いみたいな。まあどうせバンバン死ぬからね。ハードコアだから。死にながらちょっと学んでいこうかなって思ってます。パドメがこれでいい。グリーン。グリーン。グリーン。濃いめのグリーンがいいんだけどな。あ、これいいね。極炎軍団シーズンへようこそ。新しいクエスト。はん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 。ワールドティアさんから、打獄の評議会が率いる地獄の猛威と戦うことになります。ちょっとよくわかんない。あんまり調べてはいないんだよな、正直な。全ユニークアイテムがかつてないほど強力になると。38種類のレジェンダリーと15種類のユニーク。完全新作のシーズンジャーニー。バトルパスで極炎の外見。ハードコアストーリーをスキップ。名前は、ローグでしょ？弓でしょ？アロちゃんは前つけたから、なんだろうな、見た目。パンクちゃん。パンクちゃんにしようか。パンクちゃんで。シーズンの領域。ベテラン。と、裏でね、そのシーズン4の頃、ずっと、あれやってたんだけど、バーバリアン。バッシュビルドね。あ、待って、ちょっと音、なんか違和感あるなと思ったら音がないんだ。裏でやってるから、サウンドオフにしてんだ。インバイトも。そのね、どれだっけ？コレクションかな？これだ。あ、これね、まず、そもそも、100レベル達成したやつ、頑張って。アバリスっていうワールドボスに引き殺されました。で、その後、あれ、ネクロマンサー、あれ？
そう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 。90レベルでも1回ネクロマンサーで殺されたんだよな。で、その後悔しくて、頑張って100レベルまで上げて、なんとか、ハードコアチャレンジ達成したと。その後もね、ちょくちょくね、ローグでやったり、バーバリアンでやったり、このダンクちゃん。ダンクくん。これね、95レベルのところで殺されちゃったんだよね。なんとかさ、シーズン4の時点で、バッシュビルドっていうのがすごい流行ってたから、このバッシュビルドで100レベル達成して、なんかいろいろ強いキャラクター、強いユニークとか集めたいなと思って作ってたんだけど、まあ、殺されちゃって、それでちょっとふて寝しちゃったんだよね。もういいわ。このなんつうの、この、ハードコアのさ、今までの努力が無に帰すような感覚、これ結構嫌いじゃないんだよ。串刺し、串刺し。まあ序盤はツイストビルドでブン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 言わしていこうかな。戻り時にブレードが触れた敵一体ごとに切るのがいい。よいしょ。では、このシーズンのクエストをちょっと進めていきたいんだよね。まず、ボーナスゲッチして。レベル上がったっぽい。鉄菱が弱くなったって話は聞いたな。まあ、とりあえずシャドステか。回避のための。はい。よいしょ。では。っていうか、あれ、序盤、清馬車からじゃないんだね。ザービン Z からだ。では。進めていこうかな。おい。邪悪な三位一体に祈っていたな。え？なんか。いや光の救済に祈ってた。俺に言われてんのかと思って。シレスカ隊長、一体何事だ。あ、違う、俺女だった。放浪者が加勢してくれるとありがたい。三味一体を知ってるな。地獄の潮流を呼び込む狂信者だ。素性を隠し、よからぬことを企むそいつらを捕らえたのだ。放浪者？ああ、頼む。違って、救済に祈っていただけだ。三民一体ってなんか狂信者だったよな。鉄郎団に歯向かう。勝手に祈るがいい。シーズン4は結構鉄郎団にピックアップされたストーリーだったんだけど、今度は多分なんか三民一体にピックアップされたストーリーっぽい。羊の群れが狼を貪るように弱き者が強くなる光景を見た。まあ、結局ね、このストーリー見てもね、あんまよくわかんないことが多いんですよ。それは光への祈りではない。なぜラズマの予言を知っている？だって母が生前いつも唱えていた。この予言が家族の希望だったのだ。残った家族は少ないが、母を知る者は希望のよすがにこの祈りを唱える。我が家は町の南西だ。夕食に歓迎させてほしい。羊と狼の話の続きもそこで。なんか怖いけどな。ろうそくを灯しておこう。うちにいるロックランの、あ、家にいるロックランの家族を訪ねる。うわぁ。こいつら三味一体の家なんじゃないの？外じゃん、普通に。三味一体にあんまりいいイメージないから、こいつなんか、いい人間じゃない気がする。しかも探さないといけないのめんどくせえ。
苦しいな、めんどくせえな。装備が整ってねえから。あ、ここっぽい。え、なんかやばい、初見とは思えない。お、言ってる言ってる。弱き者が強くなる光景を見た。あ、合言葉みたいになってる。一族の役これ、速射の方がいいかな。なんかすぐ死にそうな気がするな、ツイストブレード。俺どうしようかな。一斉射撃か、貫通射撃が結構強いって聞いたけどな。ツイストブレード俺苦手なんだよね、近距離で戦わないといけないから。あとレジェンダリー手に入んないとさ、すげえ弱いじゃんツイストブレードって。まあ、すげえ弱いことはないんだろうけど、俺が下手なだけなんだろうけど。なんか苦手だなぁ、操作性が。速射の方に行くとこ。回避した後の5秒間クリティカル。脆弱状態の敵にダメージを与えると1回の使用に当たり15年になる。脆弱にできるんだって。失礼し、あー一応できんのか。シャドウステップをちょっと強化して、スタンスでクールダウン3秒間、シャドウステップ後の3秒間 20% の、あーこっちでいいか。こうかな、はい。なんか敵いない？もうちょっとチラッと、あ、敵じゃない、人だ。あんたは火をつけろ、放浪者が来た。みんな落ち着け、放浪者は私が客人として招いたのだ。客人？ロックラン、客だと。三位一体が何を言う。我々は母の三位一体、その残党だ。同胞の多くは母に背を向け、この世に地獄を招こうとしている。あなたと同じく異端者たちを撲滅することが望みだ。あなたとの間には多くの血が流れたが、だが母の予言通り地獄の潮流は勢いを増している。一人で阻止できるものではない。あなたでも無理だ。三位一体の見つけ方なら教えられる。その悪魔を粉砕し力を自らのものとすることもできるが。なんか三位一体の中でも揉めてるみたいな感覚でいいのかな、ニュアンス的に。そうか、それで見返りは。祝福されし母よ、まずは母の力の一端を授けよう。あなたの聖徳権だ。ああそう、わかった。ちょっとした供物がいる。大したことじゃない。カズラの肝臓を取ってくるんだ。滴るようなやつをね。カズラって獣の斧を持った獣のやつだよ。意識の火鉢に入れる。犠牲なくして力は得られない。ここかな。我々は必要なものを。ああはいはい。なんだその態度は。ほらめった蹴りにするんだ。力が待ってるよ。イステル、お前簡単だった。もっと大物を行こうか。カモンカモン。出たね、それだよ。母が約束した力の断片さ。せいぜい楽しみな。それが母からの賜物を受け取る。常人には致命的だが、すでに母の聖なる血を受けた者は
内から目覚める力を感じるだろう。どれ？これ？そう、私からの賜り物はそれだけだけど、もっといるなら自分でやるんだね。みんな。母からの賜物は強力な敵を倒すとドロップする。困難な戦いに挑むほど多くを手に入れることができる。ワールドティア3では新たな挑戦が待っている。母からの賜物を集めて力を蓄え、極炎軍団に立ち向かいましょう。あ、まあ、たくさん敵を倒して、この報酬を受け取れっちゅうことかな。あ、経験値プラス5000、あっつい。あっちー、これは、まあ、一発とりあえずもらっとくか。ガンチュウ。A。シャドステ手に入ったから、ラッシュかな。ここに配置しておきましょう。賜物を受け取った次は。サンクチュアリから地獄を掃討する。手始めに三位一体の異端者ども。私は奴らの企みを暴く。我々の助けを借りなくとも良いが、一人残らず奴らを倒してもらいたい。結局こいつらも敵になりそうだな。でもな、もうすぐ地獄の潮流が起きるってことだから対処すべきだな。何か成果を手に入れたらザービンZに来な。で、敵を倒すんだ。母からの賜物を集める。どこで集めるんだ。イステル、ここかな。あー、マークはされてないっぽいね。どっかなんかいろんなところで、多分エリートを倒すような感じだろうな。一旦イステルのところ行ってみよう。地獄の森高って書いてなかった。地獄の高森って書いてなかった。地獄の高森って書いてる。ここか。ここだよね、多分。中かな。なんだ、あんたか。イステル、母の三位一体。母からの三賜物を集めた。あ、ここで報告しろってことか。そういう感じね。じゃあ、ちょっとじゃあ普通にヘルタイド行ってみる？ヘルタイドはでもね、あれ向いてないんだよな、速射。多分。あれ、ヘルタイドが何分って書いてないの？なんかすぐ死んじゃいそうな気がするんだけどな、こんな序盤でヘルタイドなんか降りたら。まだね、大勢と戦えないんだよ、ヘル、このビルドじゃ。やっぱり、ちょっと待って。ちょっと速射エッセン。セグレールの一旦ちょっとお茶を飲もうと。よしよ。これだったら、ツイストブレードだったら大勢にも対応できるってやつ。時間がいい。多分エリートを倒したら落ちてくんじゃねえかな。7分しかねえよ、ヘルタイド。足押せー。序盤は我慢なんだよな、マジで。このゲーム。準備が整うまでは。敵いるねー。こっちは。
にいんのかな、地獄の高森。まだ無理だ。すぐ死んじゃう。ちょっと待って、マジできつい。まだ無理だ。まだ無理だ。マジで死にそう。なんか敵強くない？気のせいか。そっちの方がいいかもな。定まらない。優柔不断なとこ出てる。距離取ってくれたらいい。こっちの方がいいかも。あ、ちょっとごめん。邪魔しないでね。たたられし心臓。まだ無理だ。読むのやめてくんね。ホレゴブいるけどちょっと序盤はきついね。冗談ですやん。死ぬって。マジきついな序盤。まだ無理だ。まあ多分当分はこんな感じで。あ、これかな、この紫のやつが高森だね。これを15個集めろと。やっぱエリートが持ってるっぽいな。エリートを探さないといけない。あ、いたいたいた。地獄の軍勢怒るの早すぎる。ちまだ無理だ。で、ブーツ、剣、カブト。
邪魔だな。でよっこいしょっと。鉄菱、あ、ダークシュラウド欲しいかもな。こっちかな。逆襲欲しいね。とりあえずなんかクエストをちょくちょく進めたいんだけど、この朝のさ3時間くらいでクエストを終わらせたいなって思ってたけど、多分無理だな。こんな丁寧にクエスト全部見るような感じだったら。序盤はストーリー見たいんだよな、わかんないにしても。あ、終わった。ヘルタイド終わったっぽい。それじゃあもうちょっと時間の効率を上げるために、ね、お馬さんでエリート探すか。ナイス。何ビルドにしようかな。速射ビルドがなんか今回も強いらしいんだけど、いろいろ動画見た限り。でも苦手なんだよね俺、ローグ。ローグで100レベル結局達成してないしさ。死んじゃうんだよね俺。甘えた行動しかしないから。ナイスー。高森15個来る。帰ろっかじゃん。高森来たことだし。ザビゼ、あれ、ザビゼどこだ。あ、あれ、ザービン Z ってどこだっけ。あ、ここだ。これなんかストーリー進むんじゃないかな。かっこいいローグね。でもね、足は速いしさ、プレイしてて楽しくはあるんだよな。放浪者よ。イステルに近づく。ああ、異様臭くなったな。強くなった証拠だ。ちょげっぷり。サンクチュアリのために必要なことはやるつもりだ。強力な力だ、もっと手に入れたい。こっちだな。そう焦らないことだ。そんなに鼻息荒く町に乗り込んだら住人に悟られる。確かに。
思ったより早く賜り物になれたようだね。もっと必要なら私の仲間から手に入れればいい。オマストリで周辺に集まっているらしいからよろしく伝えてくれ。だってよ。うん。あれ。あれ。サイドクエスト。これか。過ぎ去った過去。オマスの進行を相当するだって。あ、16分。あ、でも多分間に合わないな。これ。ささやき。行ってみるけど。15、6分じゃ、多分ダンジョンクリアできないよな。スピード重視すればいけるか。あとちょっとお腹痛い。あの、直前に飲むヨーグルトガン飲みしたのが悪かったかもしれない。朝だしと思って腰に手当て飲んだけどきついかもしれない。ヘルタイル来た。うわ、しかもここかよ。タイミング悪すぎだろ。邪魔しないでね。今急いでるから。また後ほど。どうぞよろしく。15分。なんとか20レベルくらいまで上げてんだよな、この3時間で。で、帰ってきて30レベルくらいまで上げる。見てえな。てかあれか、シーズンジャーニーのさ、粉がないからさ、プレミアムを購入。まあ一旦購入するか。うえー、購入する。ブーストは俺さすがに使いたくないな。粉は、うわー、一個も手に入ってないんだ。これがね、バンバン手に入ってからが早くなるんだよな、効率な。ちょっと、一旦、いや、無理だな。ちょっと、今、急ごう。まだ無理だ。逃げとるやついるぞ。まだ無理だ。あー、そういう感じ。燃えるエーテル。だからザコは無視していきたいんだよな、もう。こんな一個一個にかまってたら30分くらいかかっちゃう。ダメだ、無視させてくれない。超絶ダリまだ無理だ。
無視。移動速度上げた方がいいかもな。遅すぎるな。直射もさ、なんだっけ、これが敵に当たった後に跳ね返るみたいなレジェンダリーがあるんだけど、反射してなんか他の敵に飛び火するみたいな、それが手に入ってからじゃないとね、火力出ないんだよ。序盤は我慢。はい、なんだ。できないのかな。これを挑発したら敵が出てくる。反対火力はやっぱ強いな。集団戦には弱いけど。エネルギーが足りない。豪華が降り注ぐ。まだこっち。よかったのかこっちが。あー、こういうデメリットがある。あ、そういうことか。この中で戦えってことだね。ヘルタイドと一緒だね。ライフ増加がだるいな、いつの時代も。ほい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 。エネルギーが足りない。きつすぎ。
だるいなこれな、このメテオスウォーム。あとこれを2個、間に合いねえな、しょうがない、こればっかり。しかもなんかスキルを見直す時間がない。あと1個欄が空いてるから何にしよっかな。イントンでもいい気がするんだけど、煙幕かな。煙幕結構強いイメージなんだよな。煙幕でいこうかな。俺の中じゃ結構煙幕使える。イマジン、ストレスたまるぜ。なんかいくとか無視してんの。無視したら囲まれた時にさ、序盤だから対応できない気がするんだよね。でこのジレンマ、ハリネズミ、入れるな。時間が。一番綺麗にしよう。いや、無視もほどほどだな。2分、無理ぽよか。別に15分には無理か。1回だけヘルコーラを、ヘルコーラのダメージ、ヘルコーラは、なんか右の方が難しい。何ヘルコーラ、やばそう。あ、待って、これ無理かも。あ、これ死んだかも。これやらかしたわ。エネルギーが足りない。これやらかした。まだ無理だ。
く序盤から死んだわ。いや無理だこれ、ちょっと硬すぎる敵が。何これマジでむずいやん。無理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 。いやマジかー。エネルギーが必要だ。こんな最初からさ、こんな死ぬの？それ無理だって。僕の実力じゃ。いや右選んだのが間違いだったな。フロート向けの感じだったな多分な、右だったらな。ポーションがない。ああポーションがない。バス倒すので精一杯なんだけど、エネルギーが必要。ポーションを切る。お願いお願い、死にたくない。あーお願い、本当に死にたくない。嫌だ、いやだ。早いよ。何それ、この時間にやってるの珍しいですね。いやそうなんですよね、ちょっとシーズン5が始まったばかりなんで、すいません、コメントにちょっと気づくのが遅れてしまいました。棒読みちゃん最近つけないようにしてるんですよね、重くなっちゃうので。こんな序盤から死ぬのかよ。名前何にしよう。あれ左選んでたらどうだったんだろうな。楽にもっと攻略できたのかな。目がキリッとしてるな。アロちゃんもつけたし、ローちゃんもつけたし。いや死ぬの全然想定してなかったわ。アンジェリーナ・ジョリーっぽいな。ジョリーにしよう。
マジかよ、せっかく11レベルまで上げたのに。めんどくさい、またレベル上げんの。むずすぎだろ、さっきの。ムカつくぜ。おい、じゃあ、さっきのところまで、猛ダッシュや。はよ、喋らせろや。羊の群れが狼を貪るよ。弱き者が強くなる光景を見た。待て。母が生前ろうそくを灯しておこう。きちいなあ、あれなあ。なんであんな硬かったんだろう。普通にやれば倒せんのかな。俺下手なだけかな。めっちゃ悔しいんだけど。あげた方がいいな。ジョバンニ、ジョバンニ、騒ぐな。ウンチングウンチング、どこだったっけな、さっきの場所。えい、ヘビーブーツ。羊の群れが狼を貪るように。あ、まだ全然だね。敵倒してないから。ブースト解放するのは絶対嫌だから。序盤はずっとこの感じだな。またこの序盤を過ごさなきゃいけないのか。火をつけろ、放浪者が来た。よーほーよーほー。あ、てか今気づいたけど、ディアブロ4 6.2 万人が視聴中だっけ。やっぱみんなやってんだね、シーズン開幕。我々は母の賛美一体。もう聞いたわ。ちょっとお茶飲む。祝福されし母よ、まずは母の力の一端を授けよう。あなたの聖徳権だ。ああそう、わかった。ちょっとした供物がいる。大したことじゃない。カズラの肝臓を取ってくるんだ。滴るようなやつをね。犠牲なくして力は得られない。我々は必要なものを。ああ、はいはい。なんだその態度は。ほら、めった切りにするんだ。力が待ってるよ。イーステル、お前簡単だった。もっと大物を行こうか。出たね、それだよ。母が約束した力の断片さ。せいぜい楽しみな。それが母からの賜り物だ。常人には致命的だが、すでに母の聖なる血を受けた者は内から目覚める力を感じるだろう。そう、私からの賜り物はそれだけだけど、もっといるなら自分で得るんだね。みんな、
サンクチュアリから自ちょ待ってミュートにしてたわ。ずっとベラベラ喋ってたのに。なあねえ、いつミュートしたっけ。水飲んだ時だ。ちくしょう。シャドウステップとかダッシュとかはまあ いるっちゃいるけど、まずダークシュラウドの方がいい気がする。これはこれはで、地獄の高森、高森行っちゃうよ。よし、15レベルになったらさ、ローグの真の力を解放みたいな感じでちょっとねやりやすくなるんだけど、それに至る前に死んじゃったね。いやまさかそんなすぐ死ぬとは。くやぴ、くやぴのすけ、ちょっと調子乗ってたわ序盤。そんなになんせ100レベル達成した Y、 こんなとこで死ぬわけないやろ、そんな気持ちでいますか。まだ無理だ。すげえ減るな。まだ無理だ。まだ行くんだ。これは何だ。でチェニック、チェニックレベル 6?あー、せっかくなんかいい感じの見た目だったのにな。移動速度上昇ね。あざす、ざす。まだ無理だ。やば、序盤ってこんな難しかったっけ。これでだいぶ防御力上がったな。よし、装備結構大事なんだよな。だから装備見直ししてからさやるべきだったかもな。ちょっと装備が弱すぎたっていうのもあるやも。あぶね。まだ無理だ。マジで一瞬で減るな。死にそう、どうしよう。単純に下手やもん。
で、シャーマンキングから殺して時間がきつすぎきつすぎきつすぎ、ちょっと待ってお願い、本当に発狂しちゃう俺このままじゃ、イライラが溜まりすぎて、まだ無理だ、序盤のヘルタイルきつすぎだろ、エネルギーが切れた、切れるな、で A、 出すもんね、なんとか、こんくらいの量だったらな、距離取って倒せるのにな、切れるんだから、あくまでも、まだ大丈夫か、ちょっと待ってな、これでよかろう、もう8レベルだ、これさ、ちょっと待って、まだか、あと3か、いや早くリベンジしたいんだよね俺、さっきも時間ぐらい、時間がいい、やろば、なんだ、なんかいるな、上か、まだ無理だ、
か長いね。ちょっとこのクエスト長いなぁ。まだまだあるね。しかもこっちから行けないんだ。何釣り増やせるかな。ダークシュラウド結構重要だから、ダークシュラウドをちょっと強化していくか。ポーション使うんだけど、てか10レベルになったらポーション強化しよう。まずまだ無理だ。上になんかいるな。あいつら倒したら終了っぽい。属性攻撃とか舐めちゃいけない。エネルギーが少ない。意外にすぐ死ぬから。エネルギーが必要だ。もう！ガチ勢はですもさ、さっきのボスさ、この段階で倒したりするのかな。あっちの方が多分効率いいと思うんだよね。でも終わった。時間がある。終わりです。やられちゃうと思う。まだ無理だ。まずお前のプレス。エネルギーが切れた。時間がない。ああ！待て、深夜だということを忘れてる。大声出すな。あと1かけらを集めて宝箱をあげたいのね。でじゃますね。あ、マジでうざいかもです。片付いて。宝箱開けて入りたい。75なんだ。75で開けれるんだ。で、まあ一旦こっち帰ろうか。3時半。どうしよう、眠い。眠いです。あの荷物
目標は20レベルだったけど、10レベルで我慢したり、ちょっと寝ようかな。今寝れば2時間くらい寝れるな。仕事中なんかぶっ倒れそうな気がする。結局さ、俺さ19時に寝て7時間くらい寝て、この新シーズンに備えようと思ってたんだけどさ、結局眠れずさ、寝たの11時12時くらいだったんだよ。2時間くらいしか寝れてないんだよな。目はつぶってたんだけど全然眠れなかったわ。でも高森さ、なんかどうにか、死ななければな、死ななければいい感じに。15レベル、せめて15レベルまで行ったのにな。エリートモンスター探して、エリートモンスター倒して、あそこのダンジョンすぐ行けるような状態にして、それで一旦やめるか、朝の部。どこだよ。なんか探すよりこれした方が早いかな。うん、時間がいいです。また余計なもん拾ったな。これは何？思ったより強い。あ、やばい、これ死んだか。お前、お前さえ倒せればいい。まだ無理だ。回避必要だな。あ、やべ、すごいできなかった。時間が、なんでこんな強いんだ敵。苦しい。で、一旦帰って。ザビゼ。よし、これで多分新しい、さっきの死んだダンジョン、行ける条件は満たしたはず。そうだよ、豆に変えないとやっぱ結局苦しむのは俺なんだな。公正な値段で買います。放浪者よ。ああ、異様臭くなったサンクチュアリの、はい、で、さっきのところに繋がるわけだ。オッケー。じゃあそっちまで行って、とりあえずあったかな。ちょっとなんかきついね。序盤からストーリーガンガン進めんの。あれさ、
もうちょっとさ、やれること増やしてからの方がいいかもしんないな。レベル上げて。レベル上げないとさ、このゲームさ、どうにもならないというか、やれることをガンガン増やしていかないとさ、きついんだよな、本当に。逃げスキル一個欲しいな。一旦ダッシュとシャドウステップ取っとくか。やれることたくさん増えないとちょっときついんだよな。ダッシュ3のシャドウステ4にするか。ちょっとストーリーガンガン進めたいけど、レベル上げから先にしたいかも。せめて30くらいにして、だいぶスキルとかを取った後にちょっとさっきのやつとか挑んだ方が結構結果的に早い気がするな。序盤はだからレベル上げ作業系になっちゃうけど、そういう感じにした方がいいかもしれない。まあ一旦新シーズンに触れてみましたの回終了。まあちょっと幸先悪かったけどね、すぐ死んじゃって。すげえ死なないように。まあローグだからね、バンバン死ぬと思うんだけど、この死ぬを繰り返して強くなっていきます。ではおやすみ。